こんにちは。テンバーアカデミー堀秀夫です。今日はテンバーアカデミーサポートの特色、これを、私がどういうのを気をつけて、サポートをしているか、それと、会社さんに実際サポートを受けていただいた会社が、どんな感想をお持ちになったか、それについてご案内させていただきます。まずね、コンサルティングというのを、本来分かってないという、コンサルタントが多いです。コンサルタントっていうのはですね、相手の能力を引き出して、今持ってない能力をね、根性でつけろとか、そういうことじゃなくて、今持ってる能力を最大限生かして、どのように稼いでいただくか、これを、分かりやすく教えるというのがね、コンサルの力です。で、個別対応能力ね。会員の方、コンサルする相手の方のできること、得意なこと、ね、できないこと、やりたくないこと、それを見極めてアドバイスをします。多くのね、コンサルもどきの方々は、自分がたまたまうまくいったことをですね、相手にも押し付けるという形になったりとか、どう教えていいんだかわかんないんでね、とにかくやれと、ね、いっぱいやれというのでね、稼ぎたい人に稼がせられないというケースが多いです。でね、私の場合はその相手の話を聞いて、こういうことをやると稼げるんじゃないでしょうかというね、アドバイスが優れてると、コンサル能力が優れてるというね、嬉しいお言葉をいただきました。で、自分で言うのもなんですが、確かに優れてると思います。なぜなら、言い方は悪いですけど、分かりやすく言うと、とてもね、能力と言えるようなものも持ってない人に、今まで何人も稼がせてると。これはお金を払っていただいている会員さんということではなくて、以前ね、仕事をしてた訪問販売とか、電話営業の会社、ね、訪問販売とか電話営業の会社行ったことある方なら分かると思うんですけど、あんまりね、能力の高い方いないです。掛け算、小数点、ね、分数ぐらいから怪しくなっちゃうとかね、漢字はあんまり読めないとか書けないとかいうレベルの人たちでも、何十万のものとか、ね、何千万のものを売るために何をすればいいか、そういうのを指導して、高いものを売ってきてます。それからね、たまたま家庭環境が、すごい大金持ちから、ね、すごいど貧乏になった人と、すごい貧乏人から、すごい大金持ちになった人、両方見てます。でね、それらの人の違い、大金持ちとね、貧乏人になる人の大きな違い、3つの違いがあります。まず、早寝早起きと宵っ張りの朝寝坊。これね、稼ぐ人は早寝早起きです。で、貧乏になった人はですね、宵っ張りの朝寝坊です。これね、本で読んだとかそういうことじゃなくて、身内でね、それぞれ該当する人がいて、どうだったかなと。これお金に限らずね、何かをやるといったときに、だいたい宵っ張りの朝寝坊っていうのは効率も悪いですし、継続もしないし、途中で諦めるパターンが多いです。それから素直さと強情。ね、稼ぐ人は他人の言うことを逆らわず受け入れると。すんごい稼いだ後でも、普通のね、つまんない本とか、普通になんか、本読んだり、人の話を聞いたりして、それいいんじゃないかなというのをね、取り入れるという素直さがありますね。かたや貧乏になった人は、ね、いや明らかにね、言うこと聞いた方がいいだろうというような相手の言うことでもね、言い訳ばかりして何もやらないと、ね、強情だと、自分が正しいと、しょうがないんだという言い訳ばかりするという傾向があります。それから生きたお金の使い方と無駄遣いと。稼ぐ人はね、稼ぐ人、一般に思われてるその稼いでね、すごい車乗ったり、豪遊したりというんじゃなくて、すごい、稼いでる人の場合は、生きたお金の使い方をすると。何をもって生きたお金の使い方をするかというのは、その人のね、気持ちを盛り上げることになるのか、仕事に直接必要になるのか、ともかく、何しろ、無駄金は使わないと。生きたお金を使うっていう使い方をします。かたや貧乏になった人はですね、基本ケチなんですけど、
まあ、くだらないことにはお金を使ったり、無駄なものばっかりを買ったりしてます。まあ、この3つのね、まあ、それぞれもうこうやると、貧乏になると、ね、やりたいこともやれなくなると、まあ、こうやると、金持ちになると、まあ、どんどん、稼げる、あるいはやりたいことを達成できるという両方をね、テレビとか本じゃなくて、まあ、目の当たりにして見てますんで、まあ、どこをどう目の当たりにして見たかはね、また会員さんなんかで相談があった際は詳しくね、事例でお話しさせていただきますけど、まあ、何しろ、まあ、こうやればうまくいくと、これやったらうまくいかないというのをね、かなり一般的な人の数倍、見てきてます。だからそういうのをもとに、サポートさせていただいてる。だから、素直に実践していただくと、稼いでいただいているというのが、転売アカデミーのサポートの特色です。